ニコとヤマルの黄金コンビ、ユーロ決勝でも爆発。こいつらヤバすぎる。ニコとヤマルの両サイドはエグい。ワンチャンスどうぞって与えられてしっかり一発で仕留めるヤマルとニコ、さすがに本物すぎる。ニコとヤマルがマネとサラーみたいと思ってたら、まさにそんな感じで点が入りました。マジでスペインの攻撃はニコとヤマルをやめないとどうしようもないな。この二人の大会感がある。ヤマルは1ゴール4アシスト、ニコは2ゴール1アシスト。なんだこの17歳と22歳。ニコとヤマルは数字ついて自信出てきたんじゃないか。ニコとヤマル前半今までの試合で一番おとなしかったけど、後半1発目2人で仕留めちゃった。俺はこの年の時のんきにモンハンしてたのに。